メロ、素材を集めてきたぞ。このくらいなんてことはない。ちゃんと全部あるメロね。説明は後メロ、待ってるメロ。できたメロ、完成メロ。だが、これなら新ページなかなか動きやすいな。メロよ、オルタナの娘よ、準備は整ったようじゃの。イロハムメロ。オルタナの娘よ、ついてないで。キャプテン殿も来るのじゃ。ここは地下の遺跡。さあオルタナの娘よ、一歩前へ。承知した。さあさあ中へ。あのお方がお待ちじゃ。あのお方？お連れいたしました。ん？誰と喋っているんだ？この部屋には誰の気配も。オルタナの子よ、オルタナの子よ、わらわは古より天月繊維を守りし、オルタナの記憶、ここまでよくたどり着きました。そちらの御神は、そう、守護者の方。どうぞその子をよろしく頼みますね。ふん、私は一人でも十分だ。我らは記憶、すべてに答えることはできぬ。オルタナの子よ、心して聞くがよい。古よりこの世界は、オルタナにより守られてきた。幾度となく、ナハトとの争いを経て、時として、ナハトから強大な力が生まれることがあり、そして、世界は危機を迎える。残念だが、今がその時なのだ。さりとて、案ずる必要はない。そのための天月繊維。ただし、諸刃の剣。この天月繊維もまた、心悪しき者が使えば、世界に災いをもたらせるほどの強い力を備えておる。オルタナの子よ、そなたに扱えるか？無論、問題ない。世界の危機は、私が救ってみせよう。ならば、力を示すがよい。この先に試練の部屋を用意してある。試練を終えたら、またここに来るがいい。その時は、楽しみは後にとっておくもの。そうであろう？ああ。行くぞ、しっかりついてこい。どうしたのじゃ、マチ。何やら浮かない顔をしておるの。リロ、父から手紙がな。いつも通り帰ってこいの一点張りで、私の気持ちなど気にもせず、絶対に帰るものか。お主の親じゃぞ、いいのかの。いくら親でも、私を道具や人形程度にしか思わない人のことなど。それじゃあ試練じゃの。
私にとっての試練でも。って、なんだ？ここは、私の家の近く。絶対に帰らないと決めたはずなのに、なぜ私はここに。お父様！ご無沙汰しております。嫌です。私は、お父様の道具でも、人形でもありません。いいえ、私はその意思をお父様に伝えに来ただけです。そうだ、思い出した。私はこれを伝えるためにこの家を訪れたんだ。そうやって何でもお父様の思い通りにしようと。ナイトビースト、こんな時に。お父様、下がってください。お父様には見えない敵がいるのです。私は戦わなくては。やはり私の言葉は届いてない。所詮私は人形と同じというわけですね。危ないから下がって。嫌だ、私にだって心がある。それに私には私の戦いがある。しまった、避けきれない。お父様。はい。はい。お父様、なぜナイトビーストの姿を。大切な娘。その、ここはラウンジ。試練はどうじゃったかな。今のは幻覚だな。だがいつか直接確かめに行くのも悪くない。